お疲れ様です。長倉です。おかげさまでですね、移動する人はうまくいくが、7万部突破しまして、で、まあ、いろんな反響もあってですね、まあ、いろんな雑誌とかに出てからの取材も来てますというところでですね、あえてね、まあ、ベストセラーで、ね、作ったわけですけども、その書き方みたいなところをね、ちょっと最近皆さんに伝えることが多いんですが、じゃあ何のために書くんですかみたいなところって結構重要かなと思うんですね。で、まあ、ズバリ俺は出会うためなわけですよ。本を書いてるのも、本を買ってくれた人と出会うため、SNS とかで発信するのも出会うためなのね。だからそこをすごく意識してほしいなと思います。じゃあ誰と出会いたいのっていうところなんだけど、まあこれはズバリね、やっぱり自分が面白いと思うような人だったりとか、自分がに共感してくれる人だったりとか、自分の殻を破ってくれる人だったりとか、まあいろいろあると思うわけですよ。自分に安心感を与えてくれる人だったりとかね。で、まあじゃあどういう人なのっていうと、一言で俺は言えないと思ってて、それなんでかっていうと、こういう人だから好きとか、こういう人だから一緒にいたいってあんまないと思うんですよ、普通は。だから例えばどういう人がいいですかなんて言われたって、別にA っていう人見た時にいいと思ったってだけであって、こういう人がいいと思ってて、それに合致してる人が A だっていう人だったわけじゃないじゃない、基本的に。だからここってやっぱ感覚的な部分だと思うんだよね。人っていうのは、まあ、ある種その感覚的に、この人と合う合わないみたいなのがあると思うわけよ。だからそういう部分で、じゃあ自分がなんか一緒にいてえなとか、なんか一緒にやりてえなみたいな人に会うために書いてると思うんだよね。じゃあその時に、じゃあ何が重要かっていうと、やっぱり嘘書いちゃいけないよねみたいな。だから自分の人となりが分かるようなものっていうのを絶対書くべきだというふうに思ってるわけですね。だからよく、巷だとメリットがあることを書けみたいなことを言う人いるけど、あんまし意味ないと俺は思ってるわけ。本当の意味でね、そのメリットしか書いてないっていうふうになると、もちろんさ、なんか読んで何らかの形で感銘を受けるとか、なんか影響を受けるとか、やる気が出るとか、そういうのは別に意味あるんですよ。でもなんかそうじゃない、なんか本当になんかちょっとしたテクニックだけを書いてるみたいなね。あ、もちろんそれもいいんだよ。それもいいんだけど、それだけじゃダメだよねっていうこと。だから、何のために書いてるのかっていうのを自分の中で明確にすべき。で、俺はそこで重要だなと思ってるのは、出会うために書くっていうふうに思うといいんじゃないかなということを思いました。ということでですね、書き方を勉強してどんどん書いていくことをお勧めします。